スノーマン・佐久間大介、実写映画単独出演狂気のストーカー役侵略のキャラに悩んだ。スノーマンの佐久間大介が、土屋太郎主演映画、マッチング、2024年公開、監督、脚本、内田栄二に出演することが分かった。自身初の実写映画単独出演となる。マッチングアプリによって増えた出会いの裏に仕掛けられた罠の恐怖を完全オリジナルで描く、新感覚サスペンススリラー。 佐久間大介は、土屋太を演じる主人公ズリンバナ、リンカ、とアプリでマッチングする、狂気のストーカー、長山トム、長山トム、役として出演する。スノーマンのメンバー全員で主演を務めた実写映画、おそ松さん22は観客動員数110万人興行収入15億円突破の大ヒットを記録。佐久間個人としては、アニメ、ブラッククローバー20で声優としてデビューし、 21年には中国のアニメ映画、白蛇、演技の日本語吹き替え版で声優として初主演を務めるなどアイドルの枠を超え、新たなジャンルで才能を開花させ話題になるなど飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せている。